モッド・ザ・フープルは、イギリスのロックバンド。グラムロック前世紀に活躍し、すべての若き野郎ども、ロックンロール黄金時代、ホナルウチ部に、メンフィスからの道、ロール・アウェイ・ザ・ストーンなどがヒットした。すべての若き野郎どもは、同バンド解散の危機の際に、デビット・ボーイが提供した曲である。1968年に結成された、サイレンスというバンドを前身とする。 アイランドレコードのプロデューサーのガイス・ティーブンスが、ボーカルのスタン・ティッピンズに不満を感じ、オーディションを経て、イアン・ハンターがボーカルとして加入。スタン・ティッピンズは、ロードマネージャーとしての役割を与えられ、時りレコーディングやライブにも参加した。その後、バンド名を、ウィラード・メーナスの小説から取り、モッド・ザ・フープルと改め、アイランドレコードと正式に契約し1969年に、デビューした。 デビュー当初からライブが好評だったが、商業的に振るわず、1972年3月26日の中立期公演の後、ついに解散を決定する。しかし、早くからファンだったデビッド・ボーイが、その話をオバレンド・ワッツから聞きつけ、メンバーを説得、楽曲の提供とプロデュースを申し出る。当初、ボーイから提示された曲は、サフラジェットシティだったが、 モッドザ・フープル側はこれを拒否。改めてボーイは別の楽曲を提供。モッドザ・フープル側も大変気に入ったのが、すべての若き野郎どもである。CBS 遺跡後に発表された、この曲は、モッドザ・フープル最大のヒットとなり、またグラムロックを代表する曲の一つとなった。ちなみにボーイは、ドライブインサタディも提供しようと持ちかけたが、実現しなかった。これは、自作曲。 ウチブギがヒットしたこともあり、新たな曲提供は、不要と、モッド・ザ・フープル側が断ったためである。ボーイは、もし実現していたら、素晴らしい仕上がりになったであろうと回想している。1973年1月、自作曲を発表する機会が少ないことを理由に、バーデン・アレンが脱退し、バンドは、しばらくの間4人編成での活動を余儀なくされる。シングル、 メンフィスからの道がヒットするが、革命の発表直前にミック・ラルフスが脱退し、ポール・ロジャースらと共にバッド・カンパニーを結成。脱退の理由についてミック・ラルフスはいつも思っていたんだ。俺が書いた曲はポールみたいな人に歌ってもらいたがってるなって。俺たち二人にとっては完璧な組み合わせだったよ。で、すぐに行動に移したんだと語っている。 アレンとラルフスの後任として、モーガン・フィッシャー、ミック・ボルトン、ルーサー・グロブナーが加入。ルーサー・グロブナーは、まだ、アイランドとの契約が残っていたため、アリエル・ベンダーという名前で活動することになる。1974年には、ロックンロール黄金時代がヒットしたが、同年7月にミック・ボルトンが脱退、後任として、ブルー・ウィーバーが加入する。同年9月、 ルーサー・グロブナーが脱退。公認としてミック・ロンソンを迎え入れ、マスコミはこれを歓迎した。しかし、同年12月、アメリカンツアーのプロモーションのためミック・ロンソンと共に、渡米していたイアン・ハンターが、振動により体調を崩し入院し、そのままミック・ロンソンと共にグループを脱退。12月16日に、モッド・ザ・フープルの解散が正式に告げられた。 ミックロン存在席時に録音された曲は、シングル、もっとザ・フープル物語と、ラウンジリザードのデモ録音のみだった。2009年に行われた再結成ライブその後、残ったメンバーは、レイメジャーを加えるが、ボーカリスト探しは難航し、最終的にミック・ラルフスの紹介で、ナイジェル・ベンジャミンが加わりバンド名をもっとと、 解明するが、セールスは大きく落ち込み、さらに1977年には、ボーカルのナイジェル・ベンジャミンが脱退し、ジョン・フィドラーに代わり、ブリティッシュ・ライオンズと解明し、アメリカに進出するが、レコード会社の支持を得られず、2作目のアルバムは、未発表のまま翌年に解散した。2009年、モッド・ザ・フープル決戦40周年を記念して、 オリジナルメンバーでの再結成ライブが9月25日、26日に、モンマスでウォーミングアップギグを行い、10月1日2日3日5日6日の5日間限定で、ロンドンのハマースミスアポロにて行われることが発表された。しかし、デール・グリフィンは体調が悪化したため一部の曲のみ参加し、プリテンダーズのマーティン・チェンバースが代役を務めた。2013年にも、 同様のメンバーでイギリスツアーを行った。2016年1月17日、ドラマーのデール・グリフィンがアルツハイマー病から生じた合併症により死去。2017年1月22日、ベーシストのオバレンド・ワッツが後頭がんにより死去。2018年、イアン・ハンターとこれまでの再結成に未参加だったアリエル・ベンダー、モーガン・フィッシャーによって再結成。 6月23日スペインのフェスアズキナロックフェスティバルに出演同月30日 A フェスランブリンマンフェアにヘッドライナーとして出演7月2日にはスウェーデンで公演した2019年には同メンバーでモッドザ・フープル74プロジェクトを始動4月に45年ぶりとなるアメリカツアーそしてイギリスツアーを行った4月のツアーが好評で 10月から11月にもアメリカツアーを行う予定であったが、直前にイアンの体調不良によりツアー中止となった。オリジナルアルバム、ローリングストーン氏が選ぶオールタイム、クレーテストアルバム500において、第370位。ライブアルバムコンピレーションアルバム映像作品。オリジナルアルバムライブアルバムコンピレーションアルバム。オリジナルアルバムライブアルバム映像作品。 ありがとうございます。